ヘアサロンに行きたいと思うんですけど、今回のヘアサロンはね、ちょっと特別な人としてもらって、リュウさんというの方なんですけど、こちらにリンクとかも貼ってあるのでぜひチェックしてください。結構有名な方なので、まあなんというか面白い、すっごく面白い方です。で、これから髪がどうになるのか全くわからないのでお楽しみです。よし、行きましょう。なかなか美容師さんとなんか実物コラボはなかなかないな。はい、こちらです。あ、こんにちは。はい、イエーイ、イエーイ、すごく便利いい感じだ、はい、今日楽しみ、コラボレーション、コラボレーションよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。今回は多分初めての方がたくさんいらっしゃると思いますので、なんか簡単にご紹介となんかしてもらったら嬉しいです。はい、はい、皆さんこんにちは。あなたのベストヘアドレッサー、リュウヘアチストだよ。はい、今日はね、ユリオ、はい、リュウマジックで、リュウマジックでちょっと美しいチェンジ、美しい、お願いします。もともと美しいから、さらにさらにちょっとヘアを通して、はい、リュウの美しさ、チョウのイメージとかありますか、うん、なんかグレーとかシルバー系でもね、無彩色いいな、まあ、で、やりたいね、やりたい、まあ、ただ、今まで、まあ、カラーしてる、うん、こう体がもし暗い色すぎちゃうとちょっと抜けづらかったりとか、そうだ、ね、まあ、するから、まあ一回ね、ブリーチをして、はい、まあ、どれだけ抜けるかっていう、じゃあお任せしますね、うん、任せてる、はい、このアイ、あのカラコンの、カラコン、この目の、はい、この目の色に合うような、はい、綺麗って言われたんだけど、カラコンです。カラコンです。それもびっくりした。でもいつも使ってるので、はい、こちらに合わせてくれたら嬉しいです、ね、うん、ちょっとこう青グレーな感じ、はい、そういう雰囲気でやっていくよ、はい、行きましょう。チェック。あ、そう、これ行きたい、じゃあここに。ハロー、皆さんこんにちは。あなたのベストヘアドレッサー、リュウヘアツストだよ。じゃーん、今日の美しいモデル、こんにちは、ゆりこたえばです。イタリアから来ました、ボスヘアブレンドやっております。よろしくお願いいたします。結構いい、いいノリノリな感じで楽しい、次楽しいんだ、はい、ちょっと聞いてもらって、はい、行っちゃう。で、次は開けたところで、ね、私も本当にピアス開けたいな、はい、あ、それでもいい、リュウさんみたいなピアス開けたいな、かっこいい、かっこいい、いいな、誕生日の数と一緒。あ、本当ですか。え、ちょっと待って、5個、じゃあ私は5個か、5個、そうだね、私は5個、これでブームを作る。いいね、ピアスの数は誕生日と一緒。いや、かっこいいね、かっこいいのことないけどめっちゃいいよね。ね、ゲリも欲しいよね、めっちゃ便利。どこに買
ない、イケアじゃないよね。ちょっと待って、もうブリーチ全然痛くない、お腹すいてたこれね、ちょうど後でショータイムできる限り今タイガちゃんのこの髪の毛の限界をね、限界を突破した、ね、あのね、で見てるこの色、多分今までのやした色は、うん、多分150回以上、150回以上、はい、14歳から染めてるから、あ、ね、ナチュラルになったことがない、やばいですね、じゃあ150回目のするのに結構綺麗な感じね、めっちゃ綺麗、トリートメントしてもらって、やっぱハイトーンでもちゃんとこう髪の毛のね、ツヤが大事なので、はい、今回もね、まあちょうどいい感じに、まあこのもともと暗くなってる部分も、まあ、ちょっとオンカラーでねしちゃった暗くしちゃったちょこっとこうアクセントカラーみたいな感じで、はい、うん、なんか変な色になるんじゃないかなって思ったら、逆にもっとエレガントになったね、もっとですよね、うん、ですよね、見てこの全身のルック、なんかバキュンバキュンみたいな、すいません、バキュンバキュン、ラグジュアリーあれ恥ずかしい、髪型もボディラインもラグジュアリー、いやーはい、ということでみんな感
じでした。バッチリ。もう次回はね、またタイガちゃんのどんなヘアスタイルだったりとか、はい、そういうのを見たかったらぜひコメント欄にコメントください。はい、も見てください。結構面白い TV を作りましたので、めちゃくちゃ下にもう活かしてる TV をやってるから。はい。チェックしてね。チェックしてね。バイバイ。バイバイ。イエーイ。イエーイ。